皆様、こんにちは。杉村と申します。今週も Workout Wednesday 2022の Week19 の解説をしていきたいと思います。今週のお題は、ダッシュボードをフォーマットすることができますかという問題になっています。実際のビューを確認していきたいと思いますけれども、このようにですね、ピクセルパーフェクトなダッシュボードですね。 を作っていきましょうというものになっています。で、こちらをクリックすると、PDF ダウンロードしたりですとか、PowerPoint 出力したりっていうですね、こともできるようになっています。で、特徴としては、この各シートにですね、この青いラインが入っていたりですとか、 あとは、えー、うまく整列、えー、しているところ、えー、というのを、まあ、どう再現していくのかというところがポイントかなと思います。えー、またですね、バックグラウンドカラーはグレー、えー、そして、えー、かなり細かいんですけれども、全、えー、面バックグラウンドカラーはグレーではなくて、えー、このタブローのですね、このパブリックのページのラインをこう、えー、細かく見ていくと、大外、 の枠は白で、その中がグレーで,で、さらにシートの中という形になっているので、そういった細かいところも再現していくことが求められてくるかなと思います。で細かいリクワイメントはこちらにあります。KPI カードのサイズであったり、テキストのサイズ、ハイと高さですね。あとは KPI カードの横幅。 同じく高さそしてこういったピクセルパーフェクトなあのダッシュボードを作っていくときに有効なのがコンテナですけれどもこのコンテナも2つの水平方向のコンテナと7つの垂直方向のコンテナ7つのシートを使ってくださいねということを言っていますそれでは このお時間でできるだけリクワイアメントに沿った形で再現をしていきたいなと思います。この問題に取り組んでいただく方は、このータドッ w o r l d をクリックしていただくと、今回使うデータダウンロードすることができるようになっています。であとはですね、ゲットザーアイコンということで、この イメージ、PDF、PowerPoint というのが、透明度のピクチャーファイルとして提供されてますので、こちらも後ほどですね使っていくことになります。先ほど私、のこのデータセットをダウンロードしてくださいと言ったんですけれども、私があのダウンロードしたところ、セールスがですねヌルで、ディメンションで入ってきて、メジャーに変換してもあのヌル値になってしまうということがありましたので、 えー、もしです、ねまあ、同じような事象になった方は、2019.4をインストールされている方は、えー、その時のスーパーストアのデータセット、えー、もしない方は2020、えー、皆様があの使っていただいている、えー、サンプルスーパーストアの、英語のスーパーストアの、えー、データですね、えー、使っていただいて、まあ、多少数字は異なるかもしれませんが、えー、それを使えば問題ないかなと思っております。 それでは実際のこの問題に取り組んでいきたいなと思います。でまず最初に何をやっていくかなんですけれども、まあ、シートをですね、作っていきたいなと思います。この棒グラフの上に KPI カードという形でテキストありますけれども、こちらはですね、シートで作る形になるかなと思います。理由としては、 えー、9つのシートというふうに言ってましたけれども、このクロスタブで1、2、3、4、5、6、7、8、9。えー、これで9シートだからかなと思います、えー。人によってはこれを1シートで作るっている方もいらっしゃったんですが、えーまあ、細かく再現するとなると9つでやりましょうということが、えー、今回の問題のリクワイアメントになってました。で、えー、まず、 シートに KPI セールスという名前をつけていきます。で、テキストにセールスを入れていきます。はい。で、えっ、ー、と、まあ、左揃えにしてですね。で、KPI テキストがタイトルが9ですとで、お文字ですね。そしてメトリックが15ピクセルですということですね。はい。 これで、まず、一つ目できたかなと思います。で、二つ目、えー、複製します。KPI、えー、オーダーズ。はい。で、えー、これ作るときのポイントなんですが、このオーダーズですね。えー、っと、このオーダー ID を右クリック、もしくは、えー、Windows を右クリック、えー、Mac はオプションキーをしながら、えー、テキストに入れると、その文字列の、えー 列をですねどうカウントしますかというのが出てきます。でここではカウント関数を使って、えー、9994というデータを取得しています。で、えー、このようにやると、また、あの、何でしょう、えー、フォントのサイズを変えないといけないんですね。それって結構煩わしいです。なので、この状態のまま、えー、オーダー ID を先ほどの操作、 をしながらこの上に落とします。合計セールスの上ですね、えー。そうすると、あのフォントのサイズは維持されますので、えーまあ、操作としてはかなり省力化されるかなと思います。はいまあ、ちょっとしたあの tips ですね。で、えー、このプロフィットレイシ i とと、えー、しまして、えー、プロフィットレ a ショに関しては、えー、計算フィールドで、えー まあ、こちらはシンプルな計算式ですね。プロフィット、レーシオ、サム、セールス、割ることのサム、プロフィットで計算をします。で、規定のプロパティで数値形式、パーセンテージ、小数点1です。そして、こちらも同様に上に落としていき、音、KPI、えっと、 おっと逆でした。はい、これでいいですね。で、プロフィットレしシオとします。はい、適用です。でもう一個作ります、えー。プロフィットですね。でここが。 お文字に統一しておきましょう。プロフィットで、これを落とすと、プロフィットになって、ここのタイトルだけ変えると。はい。これでまず4シートできたかなと思います。で、次にやっていくのは、バーチャットですね。バー、セールス、としまして、これは月単位。 パワーポイントのオプションが消えなくなってしまったので、一旦消して、えー、月単位での集計になっているので、オーダーデートを列に入れて、まあ、これを月に変換ですね。えー、そして、列のフィールドラベル、非表示です。そして、えー、セールスを集計します。で、棒グラフです。 色に関しては、Windows、Mac ともにスポイトで今回は取ってください。HTML のカラーコード等を指定してもいいですが、今回はクイックに指定をしていきます。そして、ここではヘッダーの表示いりませんので、消してしまいます。そして次にやっていくのは、書式設定ですね。中の行の罫線、そして外の列線があります。 でこちらは枠線、えー、線となってます。で、えー、線の、えー、軸線ですね。えっ、ー、とあ、このグリッドですね。グリッド消すと消えますとことですね。はい。で、えっ、ー、と、ここでは、えー、ゼロライン。まあ、外の線も消えたんですけど、ここの外、一番下にあるゼロラインですね。 これが消えてませんので、これをなしにしてあげるとうまく消えますね。はい。で、これを複製し、オーダーズです。はい。で、ここでは、オーダー ID をまた同じく、Windows 右クリック、Mac はオプションキーを押しながらドラッグドロップ、そしてカウントを使います。 そうすると、和くと書式設定も維持されますので、シートの複製とセットでおすすめですね。かつ、1から作った方は、これ知らない方も多いんですけれども、シートの書式設定をコピーして、ここに貼り付けますと、その書式設定をコピー、ペーストして維持する、他のシートにも生かすということができますので、それも細かいですけれども、おすすめです。で、複製です。 そして次はプロフィットレイシオ。そしてこのプロフィットレイシオ集計、ヘッダー表示です。で、また複製、最後にプロフィットですね。で、プロフィットを今日に集計してヘッダー表示。これで8つのシートができたかなと思います。 それでは最後にクロスタブのシートを作っていきます。クロスタブはこのマニュファクチュアがまずありまして、ここにセールスですねが入り、そしてプロフィットがここのテキスト表に入れるとメジャーバリュー、メジャーネームを作成します。ここを入れ替えますと並び順に入れ替わりますね。 で、えー、他にはカウントオブオーダーとプロフィットレイシオになりますので、えー、カウントオブオーダーに関しては、このオーダー ID をドラッグドロップ。同じく Mac はオプション、Windows は右クリックです。で、カウントの計算を行い、そして、えー、こちらプロフィットレイシオですね。最後は。えー、プロフィットレイシオこれが大文字になっていたので、小文字に直します。 プロフィットレシオ、はい。ということですね。で、えー、次はこのクロスタブの,その集計表の背景を、えー、適切に色を塗るっていうところをやっていきます。えー、その時にメジャーバリューを色に入れます、えー。ここから私入れたんですけど、左側から入れたんですが、えー、こちらのすでに使っているものを、えー、Mac は、えー、コマンド、えー、Windows は、えー えっとですね、コントロールですかね、をしながらやっていただくと複製できますので、まあ、より近い距離で、これも操作の効率性を上,が上げてくれるかなと思いますで。ちょっと余談でしたが、このメジャーバリューを別の判例を使用すると、もともとはメジャーバリューというのは、ここで使われているすべての集計表の最小値、最大値に基づいて相対的な評価をするようになっているので、 こちらで別の判例をしようとすると、このメジャーごとに色を分けてくれるという設定になります。でここでは、まあ、こちらも今回スポイトで取ってあげますけれども、紫ですね。で、えー、っと、四角になるかなと思います。で、プロフィット、こちらはですね、あの白、背景白にしますけれども、このステップドカラーを2にして、 そして、外枠から白を取ってきます。で、他にも方法もしかしたらあるかもしれませんが、私はよくこのメジャーネーム、メジャーバリューに関しては、こういった方法で背景を白く、適切なところだけ色を塗るということはよくやります。はい。えっ、ー、と、ここで白。はい。ここで白。 そして、ステップから2ですねで。このプロフィットレーションは、おそらく黒、赤、白の文化かなと思ってますので、これで色を分けます。そして、セールスで並び替える、高順で並び替えると、まあ、あの今回のルール通りの集計表ができるかなと思います。はい、これで必要なシートはすべて作ることができたかなと。 えー、思います、はいえー、それでは、えー、ダッシュボードの作成の方に行きたいなと思います。で、えー、ここからですね、千まず1100ピクセルの850ですと。えー、そして、えー、早速作っていくんですが、えー、私がよくやるのは、不動で、あのまず、えー、配置を決めてから、えー それをまたタイルに戻すっていうことをやっていきます。で、厳密にどうやるかといいますと、えー、っとですね。<laughs> まず、えー、垂直方向ですね。を落とします。で、えー、ここには、水セールスして、バー入れて、KPI、オーダー入れて、 こういった形で、今回8つのシートをですね、それぞれ入れていきます。はい。で、パー入れて。で、このコンテナに入れるときには、そのまま何も押さないとですね、こう不動になってしまいますので、Mac はシフト、Windows もシフトですね、押していただきながらやっていただくと、このコンテナの中に入ってくるという仕組みになっています。 でこれでまず1つコンテナが出来上がりましたね。それぞれタイトル非表示にします。はい。よいしょ。いいですね。はい。で、次に右側にクロスタブになるんですけども、 こちらに関しては、垂直方向のコンテナを落としまして、その中にこのクロスタブを入れておきます。はい、でタイトルは非表示にします。はい、で最後に、この水平方向ですね。まあ、これを落として、水平方向の理由としては、このタイトルと このコマンドのピクチャー、PDF、パワーポイントを出力できるようなダウンロードボタンをセットしていくということになるので、ここでテキストを入れて、ハッシュタグ #ww2022week19 して、can you format the dashboard とします。 でサイズが、ここはちょっと厳密に決まってたかわかんないんですけども、えー、っと、まあ、これくらいのサイズにしておきましょう。そして太字にしておきます。はい。ロードですね。ダウンロード入れて、こちらまたダウンロード入れて、そしてダウンロード入れると。これもシフトキーでそれぞれ入れていきます。 でそれぞれですね、こちらでボタンを編集して、そしてイメージボタンでローカルに保存したピクチャー画像を差し込めばいいということになります。はい、それぞれ右から、そうですねあの、それぞれのイメージを入れていってください。それぞれイメージ、パワーポイント等の エクスポートの種類というのは、ここで選択することが可能になっています。一番右が PowerPoint ですね。このコンテナの中に入れたそれぞれのオブジェクトに関しては、このコマンドキーでですね、Mac はコマンド、Windows はおそらくコントロールかなと思うんですけども、入れ替えることが可能になっています。はい。 ではですね、えー、こちらをそれぞれ、えー、と作っていきましたが、えー、この項目の階層というところで何をやったのか見ていきますと、垂直方向、そして水平方向を、えー、垂直方向、そして水平方向を作ったということになります。はい、で、えー、そうですね、えー、とそれぞれを またあのオブジェクトをくっつけるんですね。で、この垂直方向をこの水平方向の中に入れます。で、この垂直方向をまたこのオブジェクトの中に入れる。そうすると、水平方向の中にこの垂直方向と水平垂直方向2つのコンテナが入ったということになります。で、次は垂直方向ですね。 のコンテナの中にこちら入れて、そして水平方向のコンテナを入れると。はい。ということをすると、こちらの項目の階層で見ていくと、いろんなコンテナが入ったものが1つの垂直方向のコンテナに入ったということになります。で、私の場合はこれを不動で作ってから、 えー、不動を外すという形で、えー、よく、まあ、設定をあのしています。コンテナをあのそれぞれ複雑に高い層に入れ込む場合にはあの、タイルでやるよりは不動の方がやりやすいということですね。で、ここまでいったら、えー、それぞれ設定を、えー、していくことになるんですけれども、えー、まずですね、このタイル。 この最後にタイルにした場合、不動からタイルにした場合は、外側にタイルというものができます。で、えー、ここからですね、えっ、ー、と、まず、えー、このダッシュボードですね、の、えー、背景ですと、えー、このダッシュボードの背景については、えー、一旦白にします。白です。で このタイルで外部パディングというものがあるんですけれども、こちらがアウターモーストパディングオブダッシュボードが20ピクセルと言っているので、一番外を大外は20開けますということですね。で、ここからバックグラウンドカラーを指定します。外部パディングを20開けた上で、そこからグレーにすると、外の白い枠は20ピクセル残すと。 いいうことが可能になっていますでそれぞれここから設定をしていくんですけれども、Height of g r a y Header to Component 110ですね。H、はい、of g r a y Box。はい。そうですね。こういう形にして、まあ、それっぽくなってきたんではないかなと思います。 で、えー、ここから、えー、それぞれやっていきます。えー、そうですね。ここを、えー、それぞれのシートのバックグラウンドカラーをまず白くします。はい、白。白。して、えー、これも白ですと。でバックグラウンド白。白。白。 一個一個やってしまいましたが、えー、そうですね、ここで、<laughs> バックグラウンドカラーを、中を白くして、えー、外、えー、一番外の垂直方向のバックグラウンドカラーは、これ、何を指定するかというと、この青いラインのものを指定します。 ここから少しずつ調整をしていきます。まず、この一番下のパディングですね。このセールスのパディング、下を4空いているものを抜き抜いて、そして上も抜きますと。そうするとくっつきますね。それぞれが。えっと、このようにくっつきます。はい。で かなり余白がないんですけど、そうですね、ここ0にして、えー、こちらだけ、0にした上で、おっと、0にした上で、えー、左だけ10ぐらい上げましょう。はい。で、えー、こちらも同じく0にして、左だけ10を上げると。 こんな感じでやっていくといいかなと思いますね。 えっと、こっちも0にして、えー、こっちも0ですと。そして、一番左のパッディングを10分け。おっと。鍵を外して、こっちだけ10。こっちだけ10ですね。で、0の10。 えー、0の、えー、10ですと。はい、で、えー、こっちも0、えー、10ですと。はい。で、こっちも鍵をかけて、一旦外フトバークのバックグラウンドから青を隠して、えー、左が10。はい。こんな感じですかね。 で、KPI テキストのハイトが75。そしてカードが、ハイトが、まあ、ディストリビューティッド、平平均等に配分してくださいということを言っているので、こちらの中 KPI テキストが75ですね。で、ここはビュー、ビュー全体にしておきます。 で、えー、っとですね、ここは、ま、なんか青色があの横に入っているように見えるんですけど、えー、タブローパブリックにアップロードをパブリッシュしたところ、私の場合はあの実際には白くなっていたので、なんかちょっとしたあの、なんでしょう、デスクトップで出てしまうものなのかなと思うんですが、一旦無視をしてしまいます。 で、あとは、えー、ここに空白、グレーのですね、空白を入れていくことになるので、えー、っと、空白、空白をシフトをしながら、ここにそれぞれ入れていきたいなと思います。で、レイアウトで、えー、っと、これはグレー。 で、鍵を外して10を開けると。で、この2021.4の新機能で、ダッシュボードオブジェクトのコピーができるようになっています。で、これは、また左側からこの空白であったりテキストを出さずに、この画面上でコントロール C、コントロール V でコッペができるっていう機能なんですけども、これ非常に便利ですね。 このパディングの設定自体は引き継いでくれないんですが、このようにコピペして貼り付けると、作業の操作としては、省力化することが可能かなと思います。でこちらも0。そして10開けますということですね。でこちらは高さは10ぐらい開けましょう。 感じですかねで横幅をちょっと狭くします でこの外部パディングに対して内部パディングという設定もあります。この実際のダッシュボードを見ると、かなりこの白い空白が埋まっているかな、あ,のあって、まあ、バーチャートがか,かなりあのに空白がかなり与えられているかなと思いますで。これを内部パディングを入れる、かなり入れることによって、まあ、こういった形で見せることができますね。 例えばどれくらいがいいですかね。15くらいにするといいですかね。はい。まあ、ここも明確にもしかしたら要件決まっていたかなという気もしますが、はい。今回は少し、えー、大体でやらせていただきます。15。で、15ですね。で、 でこちらの棒グラフが結構遅いので、まあ、ちょっともうちょっと細くしましょうか。真ん中ぐらいにしましょう。はい。真ん中。はい。こんな感じですね。 で、それぞれ上に KPI カードいってますけれども、これビュー全体にすると、えー、真ん中に降りてくるので、まあビュー全体で、これでいいかなと思いますね。おっと、これは、ここは0でよかったですね。青いラインはいらないので、全部0を指定しておきます。はい、これで、 いかがでしょうか。で、あ、えと、ー、の設定に関しては、えー、っと、こっちに、まあ、タブロはあの右側に判例を持ってきてしまうんですけれども、これ、レイアウトコンテナで消してしまいまして、えー、そして、どうでしょう、えー、こちらを、えー、幅を合わせます、えー。そして、おっと、こっちも設定忘れてましたね。 ダッシュボードコンテナ、ダッシュボードのこのコンテナですね、を選択し、バックグラウンドカラーは青を入れます。そして外部パーディングは一旦0にして、と、ちょっと待って、4が入って、 と一旦ここに青い色,あ青い色を入れて、えー、そしてこっちをゼロに、えーっとですね、こ,こがうんそうですねえこの外部パッディングを えっと、ゼロ一旦ゼロにして、まあ、ここ10ぐらい入れると、青いラインが入りますね。ちょっとうまくいかなかったのは、ちょっと理由がわからないですが、えっ、ー、と、そうですね。はい、これでいいかなと思います。で、えー、あとは、まあ、これ、ここにかなり空白が空いているので、えっ、ー、と、空白を開けておいて、 えー、そして、よいしょ。で、えー、書式設定ですね。で、書式設定で、えー、この枠線ではなくて、シートに行きましょう。幅を合わせて、書式設定で、えー はい、この枠線を入れると、このように入れしてくれるので、えー、まあだい、い多少薄い色がいいんですかね。大体こんな感じの色なんでしょうか。はい。で、これで大体同じになったのかなと思います。で、タイトルを WOW2022 ウィーク19と変えておきます。で、すべてのシートを非表示ですね。今回すべてのシートを利用しています。はい。で、あとは、大体、もうできているのかなと思うんですけれども、今回、ここの整列もうまくいってますし、あとは唯一、このボタンですかね。このボタンがかなり小さくなっているので、 こちらに関しては、レイアウトで外部パディングを多少入れておくと、まあ、15とか入れておくとですね、それぞれ小さくまとまるので、これぐらいが今回はいいのかなと思います。で、今回リクワイアメントに対して、まあ、ピクセルを完璧にはあのもしかしたら再現できてないかもしれませんけれども、えー、まあ、もう少しここが空白が空いてるんですかね。 ここで、えー、パディングでだいたいかなりもっと入ってるようなイメージがありますね15。20ぐらい入ってるようなイメージがありますね。はい。を入れて指定しておきます。なので、外20、そして中20ぐらいパディングが空いているのかなと思います。で20ぐらいにしておきましょう。18かな。 ということで、えっと、私もちょっと試行錯誤のやり方にはなりましたけれども、えー、かなり、まあ、フォーマット、エクセルパーフェクトな、えー、かつバックグラウンドカラーと外部パディング、内部パディングを、えー、利用した、えー、問題になっていたかなと思います。でここをちょっと青く混ざっていますね。このレイアウトで、ここは白くすれば消えますね。シートの背景を、えー、っと白くするということになります。 が外のバックグラウンド、コンテナのバックグラウンドからで上は持ってきているということですね、はい。はい。それでは今回の問題、ダッシュボードのフォーマットに関する問題の解説を以上とさせていただきます。今週もお疲れ様でした。